ジャス、おはようございます。パルと申します。本日はハロウィンピカチュウ突然の強化アップデート 2.1.0 考察、こんなテーマを無課金プレイヤーパルの独断と偏見でお話ししていきたいと思います。明日2024年10月24日ハロウィンイベントの直前のタイミングでハロウィンピカチュウの強化を含むアップデートバージョン 2.1.0 が行われます。ブラッキーのメインスキル元気チャージ S が月の光元気チャージ S にリワークされるなど、なかなか衝撃のアップデート内容でありました。こちらを確認しつつね、感じたことなんかお話ししていこうと思います。ハロウィンイベントハロピカ狙わなくちゃですね。それでは参ります。ということで、アップデートバージョン 2.1.0 予告見ていきたいと思います。メンテナンス&アップデートバージョン 2.1.0 予告。いつもポケモンスリープをご利用いただき誠にありがとうございます。アプリバージョンアップを目的として下記日時よりメンテナンスを行います。メンテナンスの実施期間は2024年10月24日木曜日13時半より、終了日時同日18時を予定しております。10月24日木曜日13時半午後1時半より、終了日時同日18時午後6時となっております。バージョン2以降はね、メンテナンスの実施期間がこのお昼過ぎからの時間になるんですよね。ということで、10月24日木曜日はお昼ご飯が、まあ実質12時から1時29分までしかあげられないということでありますので、何卒お気をつけください。さあでは、アップデート予定の項目見てまいりましょう。まずは新機能。ハロウィン2024ダブルアメリサーチの準備データが追加されるようです。詳細はイベントのお知らせをご確認くださいということでね、この動画で触れてるのでよければこちらもご確認ください。また、新しいアラーム音、木の実ゲット、静かな目覚めが追加されるようです。どんな音となるんでしょうね。そして、新しいメインスキル、化けの皮、かっこ、木の実バーストが追加されます。10月28日から登場するミミッキュのメインスキルとなりますね。このデータが、まあ、追加されるということでありましょう。そんな新機能3つでした。そして、続いてゲーム内容です。睡眠リサーチでお香が使用されず返却された場合、ポップアップでお知らせするよう回収とのことです。これはどういう状況で発生するのかがちょっとわからないんですけど、睡眠はしたけど、例えば1時間半に満たなかったとか、フィールドを移動しちゃってお香が外れちゃったみたいな時に、何かしらお知らせしてくれるようになるんでしょうかね。おそらく5++ とかを持っている方がお香絡みでね、その同期のタイミングでお香を置いてうんぬんかんぬんとか、いろいろあるみたいなので、多少ミスが起きにくくなるというようなね、調整なんじゃないかなと思います。さあ、そして重要な内容ですね。ここからが本題です。バランス調整見てまいりましょう。まずはメインスキル元気 LS の回復対象の調整です。チーム内で元気が一番少ないお手伝いポケモンが効果の対象になる確率がさらに少し高くなりますとのことです。このね、元気 LS、かつてのアップデートで元気が一番少ないポケモンに効果がかかりやすくなりますよという調整が入りはしたんですが、言うてもね、ちょいちょい外してたんですよね。なので、結局のところ、やっぱり使いづらさは否めないよね、というようなスキルという評価になりがちだったのかな、というところ、よりね、ピンポイントで狙いやすくなってくれるみたいなので、特にこう、チームにね、元気回復量ダウンの性格のポケモンがいる時とかに、その子をね、集中して助けてもらいやすくなるようなね、そんな調整なのかなと思います。が、このアップデートでその恩恵を受けるのって私の感覚ではキューコンとキュアワなんじゃないかなと思っていて、スキルタイプのね、ヤドキングとかリーフィアとかはあんまり恩恵感じられないんじゃないかなとちょっと危惧してます。というのもね、スキルタイプのポケモンたちってスキルストックができるようになったじゃないですか。それ自体はめちゃくちゃありがたい調整なんですけど、この元気 LS ってスキルストックの恩恵が実はあんまりないスキルで、例えばスキルをね、2発ストックしている時にタップして発動させるじゃないですか。で、1回目の回復が終わった後に2発目の抽選をしているというわけではなくて、おそらくスキルがストックされた時点の元気を参照して、もうこのポケモンに発動するっていうのが内部的に決まってるっぽいんですよね。
つまり何が起きやすいかっていうと、同じポケモンに2発飛んでいきやすいってことなんですよね。その時点で元気が一番低いポケモンに2発飛んでいきやすい。で、元気 LS、レベル6までね、スキルレベル上げてると1回で50とか回復することができるんですけど、50が同じポケモンに2発飛んでいくとして、朝1の発動で元気がね、100ある状態で52発ってめちゃくちゃもったいないわけですよね。それが起こる確率もさらに少し高くなってるんじゃないかなという気もするので、ちょっとね、元気 LS 絡みはね、何かしらさらなる調整に期待したいなというね、そんな時期が続きそうな気がしなくもないですね。現状ね、ヤドキングの美味しい尻尾も大型のレシピに採用されなかったので、育てる意義も薄めとなってますし、それこそね、この後出てくるブラッキーの元気チャージがリワークされたみたいな感じで、なんかね、ヤドキング未来予知かっこ元気 LS みたいななってほしいところですよね。まあまあまあ、とにかく若干ね、元気 LS が使いやすくなるよという調整であります。そして一部のお手伝いポケモンのメインスキルと発生確率を変更ございます。デルビル・ヘルガーに調整が入ります。デルビル・ヘルガーのメインスキルがエナジーチャージ S から M に変更となります。またこの変更に伴い、メインスキル発生確率が少し低くなるようです。ということで、まあトータル若干強化されるみたいな感じなんじゃないかなとは思っているんですけれども、エナチャ S が M になって何が一番強くなるかっていうと、やっぱりね、その日曜日から月曜日にかけてある意味持ち越せるエナジーがちょっと増えるっていうのが一番の強化点になるんじゃないかなと思います。まあとはいえね、この調整でヘルガーの使用率が増えるかと言われるとかなり疑問ではありますよね。現状ね、なかなか若草とトープにしかデルビル出現ないですし、アメを集めるのも難しくて、得意フィールドである宇野花で育てるのも大変っていうね、ポケモンでありますので、で第二食材が生姜3つだったりとか、第三食材にネギを持ってたりとか、かなり見どころのあるポケモンで、もともとの時点でもね、こうフレンドポイント12族の木の実ポケモンたちの中では頭一つ抜けてるかなというような評価を私はしてたんですが、ぜひね、さらなる環境の追い風が吹くことを期待したいですね。メガヘルが待ってます。さあ、そして続いてです、ブラッキーのメインスキル元気チャージ S が月の光元気チャージ S にリワークされます。そしてメインスキルの変更に伴い、メインスキル発生確率が少し低くなります。自分の元気を回復する効果はこれまでと変わらず、大成功が発生した場合、さらにランダムでチームのポケモン1匹の元気を少し回復するようになりますとのことです。アップデート後、メインスキルレベルは引き継がれます。すでに仲間に迎えているお手伝いポケモンのメインスキルも変更されますということで、ブラッキーの元気チャージリワークとなりました。いや、これかなりいろんなことに希望の持てる、ね、メインスキルのリワークですよね。今後こういったね、スキルリワークが行われていくかもしれないというのをね、示唆してくれているんじゃないかなと思うので、さっきも言ったようにね、ヤドキングのメインスキルがリワークが入るかもしれませんし、なんかこう闇ラミがメタルバースト、夢のかけらバーストみたいなね、そういうメインスキルになったりするかもしれませんので、今ね、なかなか使用率のない不遇とされているポケモンたちに活躍の機会があることを願いたいなというところですね。ご存知の方もね、それなりにいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、ブラッキーの元気チャージ S、めちゃくちゃスキルの発生確率高いんですよね。で、すでに例えばバンギラスとかラウドボーンとか育成されてる方はね、もう体感されてるんじゃないかなと思うんですけれども、言うてバンギ、ラウドボーンレベルで元気チャージ S 発動してくれれば、それで十分なところがかなりあるんですが、彼らの2倍ぐらいブラッキー元気チャージ S 今までは使えていたということで、まあ、言ってしまうとめちゃくちゃ過剰だったんですよね。そこに使い道を見出してくれるということなので、まあ、期待はしたいなと思いますが、まあ、さすがに元気 LS より強いということはないでしょうし、じゃあ元気オールより強いということもないのかなと思うので、一体ね、どのような調整になるのか、アップデ後のブラッキー注目して見ていきたいなと思います。大成功確率どれくらいなんでしょうね。このね、月の光元気チャージ S と化けの皮木の実バースト、
からスキルの大成功という要素が加わり始めますので、今後のスキル界隈にも注目です。またですね、おそらくこの明日のアップデート終了後から指を振るで化けの皮木の実バーストと月の光元気チャージ S が発動するんじゃないかなと思います。なのでね、もしかしたら明日明後日ぐらいの時点で木の実バーストについては詳細出るかもしれませんね。で、現状不安定フワライドの専用メインスキルである蓄えるエナジーチャージ S に関しては指を振るで発動が報告されてないみたいなんですが、 X でね、一件だけ蓄えるエナジーチャージ S の蓄える0回、要は1回目で吐き出すが選択された時のエナジーと全く同じエナジーを確認してますと、複数回確認してますっていうポストはね、見ることができたので、もしかしたら元気チャージ S として表示されるんだけど大成功するのかしないのか、あとはこの月の光元気チャージ S が追加されることによって指を振るでね、他のスキルが選択される確率が減っちゃうのかどうかとか、指を振る界隈にもちょっとね、注目のアップデートとなるような気がいたします。いや、本当にね、指を振る好きもブラッキー好きも世の中にたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うので、明日のアップデート終了後楽しみですね。さあ、そしてこれがメンテナンス&アップデートバージョン 2.1.0 の本命でありましょう、一部のお手伝いポケモンのお手伝い能力を調整、ピカチュウハロウィンということで、お手伝い時間を少し短縮とあります。これ結構すごいこと書かれてると思ってます。ハロウィンピカチュウね、現時点でお手伝いスピード、基準のお手伝いスピードが2600秒となってまして、2700秒のピカチュウよりも100秒早いんですよね。今までね、お手伝い時間を少し短縮されたポケモンたちは、まあ100秒とかね、短縮されてましたので、まあ2500秒になるんじゃないかなという気がしております。なので、こう、強さの序列的には、ライチュウが一番強いのが変わらなくて、その次に、おそらく、お休みリボン2000時間のピカチュウが来るんだけど、そのすぐ下ぐらいに、このハロウィンピカチュウが来るというような感じなんじゃないかな、と予想しておきましょう。今やね、ライコーパ、ライコーの出現によって、電気統一の価値がかなり高まりましたし、お手伝いブーストダメをするのであれば、やはり木の実タイプがたくさんいた方がいいというところから、ライチュウ、ピカチュウ、ハロウィンピカチュウとね、木の実タイプ3体、強力な木の実タイプを3体採用できるとなると、ライコーパがっつり強化ということが言えなくもないんじゃないかなと思うんですよね。で、お手伝いブーストダメの本質はやっぱりね、その翌週に木の実を引き継ぐことであって、それこそライチュウ、ピカチュウ、ハロウィンピカチュウを入れておいたとしても、本体のお手伝いスピードって、まあ言ったら関係がないわけなんですよね。結局、ライコーが何回スキルを発動して木の実をいくつ貯められてたかによるので、ただし今はね、最新のフィールドゴールド9発電所、電気の木の実が好物のカビゴンがおりますので、いつの間に育成で稼いでるエナジーは大きくプラスに働きますので、これ運営さんがね、がっつりハロウィンピカチュウ狙ってくださいねって、期間限定のポケモンでもしっかり活躍させられますよってこうメッセージをね、発信してきてるんじゃないかなと思います。まあ仮にね、お手伝いブーストダメやるとなると、ハロウィンピカチュウ木の実の数 S が欲しいので、厳選はめちゃくちゃ大変だとは思うんですけれども、もしかしたらね、無課金はミミッキを狙うよりハロウィンピカチュウに全力投球をした方がいいかもしれませんね。ライコーをすでに育成されてるよって方はね、ぜひハロウィンピカチュウ狙ってみてください。こんなね、結構環境に食い込んでくるようなポケモンが期間限定で1週間でしか出会えないっていうのはね、なかなかですよね。また今回のね、ハロウィンピカチュウの強化によって、もしかしたらホリデーピカチュウも強化される可能性出てきたのかなと思うので、まあホリデー2024が行われるかどうかはわからないんですが、クリスマスシーズンにも期待がかかりますね。そんなバランス調整4つ、元気 LS の回復対象の調整と、デルビル・ヘルガーのメインスキル絡みの調整、またブラッキーのメインスキルが月の光になりまして、ハロウィンピカチュウのお手伝い時間が短縮されます。そしてその他の項目いくつかございます。まずはソーシャルリサーチの共有オプションの設定変更です。
アップデート後、自動的に共有オプションの計測デバイスの種類がオンに変更されるようです。フレンドに共有する内容についてはソーシャルリサーチ画面右下の共有オプションにて細かく設定できます。アップデート後はね、自動でオンになってしまうようなので、各種調整したいよという方はね、もうあらかじめリマインドしておきましょう。また一部テキストの修正及び表現の統一がありまして、その他軽微な不具合の修正改修が行われるようです。最近だと目覚ましコーヒーのテキストがね、取りすぎる眠れなくなるみたいにね、多分取りすぎると眠れなくなるって書きたかったと思うんですけど、まあそういうねちょっこりとした誤字が治るのかどうかも、ほんのりとね注目したいなと思います。というようなメンテナンス&アップデートバージョン 2.1.0 の予告でありました。ゴーストタイプの祭典であるハロウィンのね、こう直前のアップデートでゴーストに抜群をつける悪タイプ2体に調整が入るということで、今後何かしら悪のお祭りでもやるんでしょうかね。なんかこうディズニーハロウィンヴィランズみたいなかっこよさを感じますね、悪のお祭りまあそんな感じでね、皆様的にはどんな要素、どのポケモンが注目でありましたでしょうか。やっぱりこう無課金的には非常に育てやすいピカチュウっていうポケモンに強化が入ることに嬉しさを感じていて、ぶっちゃけねジュペッター育ってるよりハロウィンピカチュウでいいんじゃないかぐらいのことも、思ってはいますが、まあそれもね、ライコウがいてこそ強いのがハロウィンピカチュウというポケモンになってきて、ライコウを厳選するハードルがね、そもそも無課金にとってはちゃめちゃに高いということもあるので、サムネイルにはね、ハロウィンイベントのド本命って書きはしたんですけど、まあぶっちゃけ何狙ってもいいと思う。今回のアップデートは本当にスキルのリワークだったりとか、期間限定のポケモンもコレクション要素が強いというよりはしっかりと環境で戦える性能にするぜっていう、なんかそういうね運営さんの意思みたいなものが強く見えたところが大きいアップデートなんじゃないかなと思ったので、いや本当にね、今後のアップデートで環境がどう動いていくのかとか、今のところあまり使用率が高くなさそうなポケモンたちがねガンガン強化されてって、本当ね、いろんなポケモンたちが活躍できる環境になっていくんじゃないかなっていうことの方が嬉しいまであるかな。なんかね、本当にさっくり話すつもりがめちゃくちゃ話せた、そんなねアップデートバージョン 2.1.0 でありました。重ね重ねとはなるんですけれども、本アップデートバージョン 2.1.0 10月24日木曜日13時半よりメンテナンス開始となります。当日のお昼ご飯は13時半までにしか上げることができませんのでお気をつけください。まあ一応ね、前回同じスケジュールで発表されてたメンテナンス&アップデートは17時半ぐらいには終わったんだったかな。なので一応13時半までにお昼ご飯あげそびれちゃってもチャンスはあるかもしれないんですが、まあこっちはね最終手段というか、本当にそうなるかもわかんないし、なんならメンテナンス伸びるかもしれないし、期待はせずね、ぜひ12時迎えたらすぐにお昼ご飯あげてほしいなと思います。忘れずに参りましょう。そんなアップデートバージョン 2.1.0 の詳細ともろもろ無課金考察でありました。ぜひ皆さんの意見感想コメントお待ちしております。いや明日ね X とかで指を振るの報告があるのが楽しみですね。期待しておきましょう。ということでここからはゴールド旧発電所登場キャンペーンのラストのリサーチやっていきたいと思います。なんだかんだね言いはしたんですけど、結局コーヒーが欲しいハロウィンイベントはねコーヒーのポケモン出てこないので、なんとか決着をつけたいところです。どうぞ。じゃあということでアサルポやっていきたいと思います。454日目のリサーチです。今回のリサーチまでがゴールド旧発電所登場キャンペーンのリサーチとなります。もう最終日すやすやタイプとなりました。見ていきましょう。メインアカウントコーヒーのポケモンの厳選終わっておりませんまあそうね、難しいね、やっぱコーヒー特定の食材のタイプを狙うっていうのは本当に大変なわけなんですけれども、最終日すやすやなのでね、どちらかというとあの一番コーヒーではないコリンクちゃんがね、あの出てきやすい人はなっているんですけれども、どのような結末を迎えるでしょうか。最終日14,739,3300で星2ネガを3つ、星3ネガを2つ、お腹の上に1つ。ラストマッチ行ってみましょう。よろしくお願いします。
いやー、まあもちろんね、今週もゴールド級発電所来たんですよ。コーヒーのポケモンがね、やっぱいないとどうしようもないよということで、お腹の上で、ね、まさかのサンダース、まあでも見たことがあるんですよね、実は、ということで、サンダースのお腹の上でスタートしていきました。これで相当の眠気パワー使ったんじゃないかな。半分はいったんじゃないかなというところです。周り見ていきましょう。でも欲しいのは種ポケモンなんでね。さあ見ていきましょう。やっぱね、ちょっとコーヒーのポケモンがいないと若草ではね出てこないから、お香以外ではね。なのでその1週間を必ず挟まなければならないというところで、なんとかねコーヒーゲットしていきたい。夢で走っているコリンクちゃん、しっかりスヤスヤ来てくれました。またスヤスヤ地上根のダグトリオも目をパチパチしてまして、尻尾を丸めていてひづめを描いているスヤスヤ電気タイプがたくさん見えております。できたら、ココドラと、アゴジムシも来てほしいところ。よろしくお願いします。さあ、右側見ていきましょう。リンプンを出して寝ているのは、バタフリーということで、これでほとんど、眠気パワーは使ったんじゃないかな。ひづめを描いているメリープ、もう一体おりまして、これでもう8体？ラストめり込んでいたのは、石粒手となりまして、以上の8体でした。いや、ショーピックアップでこれだもんな。本当に。明日以降のリサーチどうなるだろうね。ナミナメでもね、なくなるのでね。いやー、まあというわけで、最終日終えまして、まだ終えてないんだけど、この2週間、まあ私は1週目の水曜日から行っているので、ある意味3週間でコーヒーポケモンの厳選はできずと。なりましたね。オッケー、そんな感じでまとめてリサーチしておやつタイム入ってまいりましょう。でも多分ね、今日の夢のかけらをもらったことで、ほぼほぼ、鍋拡張は最大まで行くことができました。なのでこっから先ね、手に入る夢のかけらはポケモンの育成のために使っていきたいなと思うところであります。ということで、おやつタイムやっていきましょう。この感じであればもうコリンクちゃんがっちょり狙っていくんでいいかな。さてさて、コリンクがね、その ABC タイプレベル60がコーヒーだった場合はね、コーヒー用品にうちのコーヒー要員になってもらう可能性ありますので、ちょっとね、長い目で見てよろしくお願いしたいところなので、もう1枚ポケサブルを食べてくれると非常に嬉しいところです。ありがとうございます。いや、本当に助かります。いやね、アゴジムシも残り1ゲージとかで逃げられてるんじゃなかったっけな。いや、今週なんとか出会いたいところなんですけど、別にウトウトが出せるかと言われると本当に怪しいので。ねえ、そんな感じで、まあかなりね、しっかりとポケサブレも用意して、ねえ、用意してというか、もう彼らに使うつもりでいたわけなんですけれども、それなりに余ったと言うべきなのか、今週、もう1週間分はあると言うべきなのか、それぐらい残ったという感じでしたね。そんな最終日のゴールド級発電所登場キャンペーン、最終日のスヤスヤリサーチでありました。まあひとまずコリンクをバチッとお迎えできてよかったなと。いうところですね。危ねえ危ねえ、星1だったもんね。オッケー。いや、でも寝顔的にはかなりいい感じにね、眠気パワー消費できていたんじゃないかなと思います。まあしばらくね、これぐらいの眠気パワー帯でね頑張っていって、まあそのレントラーとかね、クワガノンとかを直ゲットするのは、まあまた2週間後、3週間後、4週間後とかに期待したいかな。やんちゃなコリンクです。メインスキル発生確率下がってはいるんだけど、やぶさかじゃない。さあさあさあ、SP は多分やんちゃ分ぐらいなのかな。食材なんでしょうか。ひょい。お、オイルオイルとなってます。ちょっとね、C コーヒーも目指したいところではあるんですけれども、やっぱりオイル得意なコリンク、レベル60までいくとね、かなり強そうだよね。ということで、ここまでで分かりそうなサブスキルはないかな。サブスキル、せーの、ほい。スキル確率アップとなりました。スキルね、一応お手伝いスピードが上がってるので、このスキル確率アップ S ぐらいがあれば、まあトントンぐらいにはなってるんじゃないかな。ちゃんとしたやつを知らないということなんですけれども、食材確率アップがね、レベル100となってるので、ちょっと悩ましいところではあるよね。でも、やんちゃとかでもかなりね、コリンクは強いんじゃないかなと、個人的には思ってます。そんなコリンクでした。ありがとう。ということで、サブアカのラストのリサーチ見ていきたいなと思います。バトンタッチ。じゃあ、ということで、サブアカのラストのリサーチやっていきましょう。サブアカはね、一応、ココドラ
のコーヒーのこのね厳選を終えたので、まあぶっちゃけ今週ゴールド来なくてもよかったわけなんですけれども、ココドラ育成したいなってことで今週来ました。他のフィールドに行ってね、夢のかけらを集めたりとかしてもいいかなと思ったんだけど、まだねコーヒー解放はできてなくて、育てている途中なのでね、解放はできていないので、まあレシピレベル上げをする週にもちょっとできないなと。まあハロウィンもあるのでね、食材の備蓄だったりとかそっちをメインでやりつつ、まあゆるゆる厳選しながら丸ノームちゃんをねこうなるべく出したりとかして、夢のかけら集めていくんでいいかなってことで、今週ねゴールド来てみました。ということでゴールド級発電所登場キャンペーン、正真正銘ラストのリサーチ、最後サブアカ1億4235万7千で、星2ネガを2つ、星3ネガを3つ、お腹の上ね1つとなりました。特徴なしタイプだったね。最後はどんな姿見せてくれるでしょうか。参りましょう、リサーチへ。さあ、ということで、サブアカはね、確かお香を使ってたんじゃなかったかな。にゃおか、レントラメーターモン、かわいい。お香はコリンクのお香と仲良しのお香を使わせてもらってます。レントラかわいい。これはメスの子かな、オスの子かな、オスの子かな、ちょっとわかんないな。レントラーの星1ネガを丸マリネです。嬉しい。コリンクのお香は使ってたけど、レントラーが来てくれた。これがオスね。このここで表示されるのってオスだから、ちょっとこの長さ覚えていて、これオスの縦髪の長さね。かわいい。かわいい丸マリネ。嬉しい、レントラー見れた。厚い壁の向こう側も見透かしてしまう能力を持つ。ぐっすりと眠っているレントラーがいたら、透視能力をたくさん使って疲れた体を休めているのかもしれないね。レントラーって透視できたんだ。知らなかった。あ、レントゲンのレントなの？あ、私それ知らなかったわ。かわいい。メスかな？ちょっとわかんないわ。メスの方がね、縦髪が若干短いんだよね。そんなレントラーちゃんとピカチュウネノメタモン、すーごい久しぶりに見た気がするよ。若草ぶりだね。かわいすぎないかい？そしてお腹の上ね、見たことのない寝顔でした。ニャオハ来てくれた。嬉しい。ニャオハも育てたいね。コリンクとニャオハ。レントラーマスカーには並べたいよね。可愛すぎる。ニャオハのお腹の上でリサーチできました。これでニャオハはコンプリート。ニャオハの体から発する甘い香りは周囲への人やポケモンを魅了する。眠っている間も体を動かしてその香りをふんわりと広げ、ニャオハ自身と周りのポケモンをリラックスさせていると考えられているよう、ニャオハすいたすぎますね。ということで上にはガス浮遊ねのゴーストちゃんがうとうとしておりまして、周り見ていきましょう。コリンクとそれ以外にも誰が出てきてくれるのかといったところ、アゴジムシとか捕まえたいね。ベロベロバーしてるのもゴーストとなりまして、踏ん張っていたのはこれはお香で来てくれた子かな。コリンクおりました。下にモコモコ寝ている、メリープがおりまして、左側は以上、右側にあと2体かな。星3ネガオはこれで全部出たって感じだったと思うんですが、地上寝をしてたのはダグトリオ先生がおりまして、ラスト新ポケ、タネポケ、来てくれ。あ、もうラストって言ってたけど、ラストでした。はい、逆さ冬ね、星3ネガも全然もう一個ありました。ねえ、といった感じで、最後は影坊主ちゃんが右側のね、端っこにおりましたね。うちのジュペッタもね、端っこ好きでね、よくね、木の陰に隠れてんだよね。この辺にすごい隠れがち。となっておりまして、最終日アゴジムシ、ココドラの出現はこちらもなしというか、お香で呼んでなかったらコリンクすらなかったねというね、そんなラストのリサーチでありました。まあ、やっぱショーピックアップはこんなもんだよね。まあ、最終日とかね、そのポケモンの数が多いタイミングで使っとけばね、そのショーピックアップも多少機能して、この新ポケの種ポケちゃんたちにチャンスつきやすいかななんて思ってね、こうお香と一緒に仲良しの子、もうお香と一緒に仲良しの子はちょっと日本語終わってたんだけどね、使っていったわけなんですけれども、全てのポケモンのリサーチ完了です。さあ、なんやかんやよろしくどうぞ。あ、やっぱメスの子だね、このレントラーは。よろしく、チャンスついてくれました。仲良しの子、オッケー。ということでやっていきましょう。これはどうしようかね。うわ、ニャオハもゲットしたいし、コリンク、まあでもさすがにコリンクのが優先度高いか。レントラーちゃんのね、直ゲットも非常に魅力的ではあるんですが、うわ、魅力的マジで。ちょっとどうする、ハイパーサムレとか使う？まあ使わなくていいか。レントラーの直ゲットもね、マジで魅力的なんですけど、やっぱちょっと料理パワーアップ S のレベルも大事になってくるかなと。おもろで鳴き声かわいい。ありがとう。ちょっとまたお迎えするね、レントラ。さあ、ゴーストちゃんにもポケサブレあげておきましょう。今ね、私サブアカで育てているゲンガーはゴーストから進化させたことなってます。
やっぱね、ゴースのスキルレベルじゃない、フレンドレベルがね、上がりすぎちゃってて、一枠目金スキル確定になってると、なかなか食材確率アップとかが狙いにくかったりする側面もね、あるかなと思いますので、のでのでだ。さあ、じゃあやっていきましょう。うわーこれ。いや、戦おう。しっかり。うちのチームはコリンクが欲しい。狙っていきたいと思います。一応ね、コーヒーの厳選が、まあ言うても終わったとさせていただいているので、そうなってくると次ゲットしたいのはね、アゴジムシよりコリンクなんだよな、私。っていうか、アゴジムシもキノコの子が欲しいんだよな。うちキノコを解放できる子がね、3枚目は、うわー嬉しい。嬉しい、ありがとう。いっぱい食べて、大きく育てよ。ありがとう。ね、お母さんも見てる。ちょっと、娘さんを、頂戴します。オッケー、そんな感じで、ね、出会いやすかった期間はこれで終了となるわけなんですけれども、なんとかかんとか、コリンク3体目か、お迎えしまして、ね、フィニッシュとさせていただきましょう。じゃあ今日の1枚はレントラーにしておきましょうかね。レントゲンのレントだったんだね。レントラ、トラとかの方だと思ってた、私名前の由来。全然、何も分かってなかった。ルクシオって何なんだろう。ちゃんとそこの名前の由来全然知らないや。オッケー、ということで最終日このような感じのリサーチ結果となりまして、かなりいい感じにしっかりと眠気パワーは消費してくれたんじゃないかな。もうバチバチだったね。オッケー、ということでお迎えしました。ラストにふさわしいと言うべきでしょうね。コリンクちゃんです。見ていきましょう。さあ、メスのコリンク、この子もコリンク、メスでありましたね。のんきなコリンクちゃんです。 SP が高いのは元気が上がっているからか、食材なんでしょうか。ひょい。BB タイプとなりました。オイルを集められるポケモンがドクロッグぐらいしかいないのでね、これは頼りになりそうであります。さあ、お手スピ所持数には特に変わったところがないかなと思ったら、これあれだ、スキルレベルアップ M も同時に持っててほしいタイプのやつだ。レベル6あるとね、かなり便利なんよな。ということで見てまいりましょう。サブスキル、せーの、ほい。うわー、あるけどあるけどちょっと遠かったねねえ、ということで、スキルレベルアップ SM、そしてスキル確率もモリモリだ、もうモリモリに持っていてくれてるんですけれども、ね、真の力を発揮するのはレベル75からというような感じでありましょうかね。やっぱね、いろんな役割をたくさんいっぺんに持てるポケモンなので、このね、たまにスキルレベル6とかをバチッと使ってもらえると、それだけでめちゃくちゃ頼りがいがありそうだなと思ってます。そんなコリンクでした。ありがとうコリンク。ということで2週間続きましたゴールド9発電所登場キャンペーン。皆様はどのような結果となりましたでしょうか。私は振り返ると、一応もう育成をし始めているのはサブスキルの、サブアカウントの、こっちのね、アカウントのココドラ。一体のみと。いう感じとなっております。まだまだ引き続きですね、コーヒーのポケモンたちたくさんゲットして、たくさん育成していきたいなと思います。ということで今週は1週間そんなね、種ポケまだまだ厳選しつつもね、来週のハロウィンへの準備を進めていきたいなと思います。そんなゴールド9発電所登場キャンペーンの2週間ラストリサーチでした。さあ、ということで戻ってまいりまして、結局ね、ゴールド9発電所登場キャンペーンの2週間と、まあ最速上陸をしたのでね、合計2週間半ほどゴールドを滞在していたわけなんですけれども、厳選が終わった新ポケの種ポケモンはサブアカココドラのみとなりました。まあまあこんなもんだよね。逆にサブアカでココドラ厳選終わっただけでも御の字まであるかなというぐらいの感じではあるんですけれども、引き続きね、ゆるゆるアゴジムシちゃん、コリンクちゃん探していこうかなと思います。サブアカはね、ようやくコーヒー解放することができたので、まあ順次鍋拡張のポケモンを複数体積みながら大型の料理狙って、まあ超高レシピレベル上げはやってこうかな、日曜日とかにねしていこうかなと考えてるんですけどメインアカウントマジでどうしよう。まあ煉獄カレーがもうカンストしてるのでね、マカロンとかのレシピレベルカンストをまあ狙っていくことにはなると思うんですけど、ちょっとね、クワガノンとボスゴドラ直で欲しい、とりあえず。もうね、アゴジムシ、ココドラ厳選に時間がかかるのは分かった。サブアカは結局最後まで、ラルトスとミニリュウカの厳選を終えられなかったので、全然その10週間、15週間、20週間、
厳選終わらないことも覚悟はしてるんですけど、せめてね、ね、直ゲットクワガノンレベル29とか、ボスゴドラ28とかね、来てもらって、ちょっと飴払うだけで、ちょっとコーヒー持ってきてくれませんかねを、やりたいなと思ってます。まあ、彼らにね、リサーチで、ポコッと出会えるようになるのも、まだしばらく先だとは思うのでね。今回ね、サバカレントラーは出てきてくれたんですけど、本当にふんわり、ゆったりやっていこうかなと思います。ちなみに今週もメインアカウント、サブアカウントともにゴールド9発電所に参りました。まあ、長いこと滞在するんじゃないかなとは思ってます。まあシンプルにね、今後育成したいポケモンたちがゴールド出てきすぎる。いいことなんだけど。ニャオハ、ホゲータ、クワッス、アゴジムシ、コリンク、ココドラ、キャタピー、ゴース、ウパ、コイル。出てきすぎるから。ねえ、彼らの厳選をゆるゆる進めながら、それが一段落したら、トープに行きたいんだけど、サブアカはミニ流厳選からやらなきゃいけないから、ラピス行かなきゃなんだけど、ネギ解放するんだったら、ウツボットとサーナイトとクワッスが出てくるラピス行きたいし、みたいな、もうむぜ。めちゃくちゃむずいよね。人によってね、かなりこの辺、戦略が分かれるところなんだろうなと思うので、ゆるゆるやっていきましょう。どうですか？皆さんは今週ゴールド以外のところに行かれていたりしますでしょうか？もともとゴールドを着てた方々。実際ね、こう効率的な面で考えると、多分あんまりフィールドボーナスの低いフィールドに居続けるの良くはないと思うんだよね。先にね、一回そのフィールドボーナスが高いフィールドに行って、それこそコーヒーレシピのレベルをガツッと上げてから戻ってくるみたいなことをすると攻略上有利になりそうだし、夢のかけらもそれなりに貯められそうだし、もろもろね、メリットあるかなとは思うので、ぜひね、個人個人の状況で好きなフィールドを選んじゃっていいんじゃないかなと思います。あとそういえば、これ地味ながらというか、そのハロウィンの帽子の色が違うピカチュウが今年出現するじゃないですか。ただその名前自体はね、ピカチュウかっこハロウィンってもともとまあ統一されて言われてたし、お手伝いスピードが短縮されますって書かれてたってことは、そのオレンジ色の帽子のピカチュウも紫色の帽子のピカチュウも性能的には一緒なんじゃないかなと思いました。もうこれ全然予想当たってなかったら本当に笑ってください。考察外れてたら外れてたでね、それはそれで嬉しいサプライズというか、全然ありがたいのでね、アップデート後、そしてハロウィンイベント、もろもろ注目してまいりましょう。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッと押していただけますと動画制作の励みになります。本当にいつも応援ありがとうございます。それではね、アップデ直前はいつものやつで締めておきたいなと思います。明日のお昼ご飯は1時半まで。明日のお昼ご飯は1時半まで。またね、バイバーイ。